どうも、高井です。あなたの求めるコンテンツってどんなクオリティでしょうか？これは私のね、愚痴の動画です。動画を作って著者としての愚痴の動画。最近はこういう本読んだりもしてますよ。ただなんでアウトプットの間が長くなっているのかについても話をします。私の動画はぎゅーっと情報を圧縮して短時間で効率的にインプットしてもらえるようにっていうことを意識して、ムービーブックっていう感覚を意識はしています。ただそれでもあなたの話はつまらないとか、下手くそすぎるとか、役に立たないとかね、そんなこと思われてたら心外だなと思っています。こういう本とかを読んで、どうしような、どんな文章を書いたら相手はクリックしてくれるだろう、どんな話し方をしたら相手は長く主張してくれるだろうってことを意識して作っているので、もしあなたの、ね、コンテンツは下手くそすぎると思われているのであったら、まずは本とかを読んでそれを映像としてアウトプットして見るってことを心がけてみてください。そしたらまた私の心境がわかるだろうし、私の苦労もわかるでしょうということを愚痴としてこの動画で作っております。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。